さて今日は今までの修行からさらにステップアップさせる。わしにも何が起こるかわからん。とにかくやってみるってばよ。出てこいゲロトラ。キュービは人間ごときに同行できるものではない。さよう。ほんの少しだけキュービの封印を開けるんだの。え、今までの修行で尾が2本になるまでならナルトが自我を保てることは分かっている。それがどこまで可能か知っておく必要があるんでの。だからこそ時間をかけて見極めてきた。大丈夫なのか小僧。それはくはははは。なに、いざという時はこの伝説の三人ジライア様が体を張って止めるだけよ。おい、そこだナルト、そこでチャクラを抑えろ。俺を抑えるんじゃ。お前は遠慮することはない。力が欲しいんだろ。やめろ。憎くて腹の中が真っ黒になっていくみてえだ。仕方ないの。エロシンに、な、これって決まってやろう。暴走したお前を抑えてこのざまよ。エロシンに、俺詫びることはない。修行に失敗はつきものじゃ。でもお前のせいではない。今回はわしの判断ミスだ。少し甘く見すぎていたの。俺を信じてくれたエロ仙人と四代目の気持ちは裏切れねえ。もともと一筋縄でいかんことは分かっておった。もう一度方法を考える必要があるのう。